はい、えー、おはようございます。8月26日、4時20分というね、また早い時間で、えー、相場解説をお届けしてますけども、今日はあ、これからの相場解説というよりも、ちょっと振り返りですよね。えー、特に昨日1日は、あまあ、言った通りになったと言いますかね、もう集大成みたいな感じで、え当、ー、ほ良かったなと思いますあ。多くの方が撮れたみたいで、えー、喜びの声もいただいてます。まあ、あれほどね、わかりやすいというか、 ああ、きっちりと私の言った通りに動くこともなかったかなと思いますんで、まあ半分まぐれだと思ってください。あれがね、あの、間違った成功体験になっちゃいますんで、まあ仮説があっていただけなんですよ。仮説が違う時もありますからね。で、私の場合は4割ぐらいは外れると思ってください。ただし6割当たります。ですんで、この差額の2割でずっと買っていけるという、積み残していけるってことですよね。では、デイリーの方をちょっと見てみますね。 デイリーは私ね、下目線なのかな上目線なのかなって分からないまま来ちゃいましたけども、まあ、今、開けてみたら上目線だったですね。で、特にこのゾーンがあります。黄色いところ。このゾーンの上にポコンと出るような形で、こういうふうにね、せり上がってきたということですよね。うん。で、次は4時間を見ますよ。で、4時間の分かりやすいところは何かっていうと、この、 この黄色いところに当たって、下に行って、で、ええー、まあ高値、ここですね。これ1時間でやりますけども、収束してるわけなんですよ、ここはね。収束して、ブレーク上に抜けたわけなんですよね。その後、ここを越えたら、取れるよ、と。 106円の310から450の間で取れるよといった、その間はどう,どう設定したかというと、この黄色いところの真ん中から一番上までをだいたい申し上げてたんですよね。ですから、えー、テイクフロフィットラインは、この310で儲けるのか、450で儲けるのか、で、黄色い、この、重なるでしょゾーンと。まあ、こういうふうに4時間見ていけばいいんじゃないですかね。 うん、あと以降ね、どん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 、右肩上がりになる可能性はあります。じゃあ1時間見ていきましょう。1時間を見ると、こういうふうに申し上げましたね。上下のボラティリティが徐々に収束していって、まあ、ここから来てるわけなんですけどね。ボラティリティが収束していって、ペナントみたいになります。旅行で、ね、昔。 買った、お土産に買ったペラントですよ。で、上か、下に抜けるんだよって言って、まあ、上に抜けましたよね。で、一旦はここで跳ね返ったんですけども、ここを突き破ると、ここまで行きますよって言ったことで、一回ここでテイクプロフィットしたわけですよ。その後です。昨日は。ここから、もう一回、310から450の間で、テイクプロフィットできましたよね。っていうことですよね。310から、 450あたりまで。まあもうちょっと欲張れなくもなかったんですけども、私にはそれほどの力量はなかったということです。まあただ悪くてもね、20数ピップス。まあ良ければ40ピップス弱取れたんではないかなと思います。で、これからの値動きは、このまま右肩上がりなんじゃないですかね。このトライアングルも超えたことですしね。 結局、ディセンディングトライアングルなのか、アセンディングトライアングルなのか <laughs>、ごちゃまぜになって、どっちだったっけっていうのがね、終わらないまま来てしまいましたけども。これきちんと覚えないとダメですね。でまあ、覚えなくてもこれで勝てるんで、勝てるから覚えないんでしょうね、私もね、いい加減。<laughs> 最初覚えてたんですけどもね。はい、では今日のまとめです。えー、覚えるべきところはきちんと覚えてください。えー、覚えてないのに勝てることはないです。で、私は覚えていたんですけども、<laughs> 忘れましたね。このディセンディングトライアングル、アセンディングトライアングル。まあ、ただ、 他のテクニカルで、えー、勝ち読みをしてるんで、うん、まあ、呼び名が分かんなくても、特に問題なかったなってことですよね。問題ないから、もう一回覚えようかなって気にならないという、満身が始まってますけどね。うん、はい。では、また、また、明日かな明日やるかななんかもう今月やらないような気がするな。<laughs> 明日もやります。はい。ありがとうございます。